はい、おはようございます。うまい。やっぱり朝のコーヒーが最高です。で、まあ今回は今度食べれるハーブをたくさん植えていきたいと思います。ここに植えたら、これだけのこのハーブを寄せ植えしてみたいと思います。ハーブの寄せ植えです。で、これをお昼ご飯になるという、お昼ご飯とデザート。まずはワイルドストロベリー、ワイルドストロベリー、これをお茶にしましょう。あとはジャムにもしてみましょう。ワイルドストロベリーが2つ、でチャービルです。チャービルと、これサラダ用チャービル、チャイブ、これもサラダ用。これはよくあるイタリアンパセリですね。はい、これもサラダ用。あとはバターにもしたい。んでルッコラ、ロケットサラダ、ルッコラ、クレソン。クレソンだって水のところに育ってるイメージがあるんだけど、こんなところで育つんやろか。クレソンってなんか水辺にある気がするんやけど、いけるんでしょうか。はい、もう一個だからクレソン弱すとクレソンを買いました。はい、でもう一個これないとき、なんだこれ、ディル。ディルは去年育てて地植えで失敗したんで、ちょっとリベンジ、この鉢にしてみたいと思います。うまい。さて、やっていきましょうか。鉢底、網入れて鉢底石を入れると、はい、土入れていきましょう。落とし入れるの忘れた。こんなもんかな。はい、でこんな感じで植えていきたいと思います。ワイルドストロベリー、全部根が弱そうやな。このままでいいか。こんな感じでワイルドストロベリー、肩だけ落として横ちょっとこう離して、で短くそうなのなんかないのかな。これは短そうですね。これはこうした方がいいかな。いや、こうかな、ねえ、こうかな。チャービル、こ
これはちょっと下ほぐして、短いに入れて、でクレソンをこの辺に置く。クレソンこうしようかな。クレソン、管理上クレソン茶碗いちごは寄せようか、こうして寄せて、クレソンチャイブこうしよう。うん、こっちの方がええね。よし、変更です。はい、こう変更します。チャイブ、お、根が回ってるぜ。あ、ネギの匂い、めっちゃネギの匂いや。めっちゃクレソン、めっちゃネギの匂いや。イタリアンパセリ、あ、これ崩れる。イタリアンパセリで、ルッコラ、はい、こんな感じで埋め込んでいきましょう。Thank you.
チが足りないかな。血が足りない感じですな。はい、足りません、土。はい、ちょっと土を作っていきます。はい、土持ってきました。はい、よし、いつもやってるやつよりもだいぶこの余力を残して抜いてます。これ僕のサラダうちの子に取られるかな。もう一個作ろうかな。いいように。まあいいか。ワイルドストロベリーの花が可愛いですね、めっちゃ。まあ、これでもだいぶ可愛いんちゃうのか。うん、よし、できた。よいしょ。はい、食べれるハーブの寄せ植えです。はい、これ僕のお昼ご飯にしたいと思いますんで。もうちょっといいよ、この土。よいしょ、よいしょ。もうちょい、もうちょい、うん、よし、
完成です。やっぱ一仕事の後のコーヒーうまいっすわ。はい、本当に終わり。